皆さんこんばんは、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 あ、お久しぶりですって。ずいぶんしばらくですね。さあ、私4月何してたんでしょうって、ほとんどあまり YouTube やってなかったんですけど、アイコンを変えてみたんですよ。なんかあれ、なんか変なものが映ってるみたいな、あれなんか気のせいかな。うん、あとですね、自分が今日はか、あ、これ見える、これほら、カエル、カエルのリング作ってみた。これね、あと最近の私、一時的に今日、もうご覧の通りな、インナーカラーというもので、中を、髪の中を金髪に染めてしまいましたということで、さて、なぜ金髪がいいかっていうと、なんかアメリカではね、金髪に染めた人が、あ、金髪の、あ、すいません、なってる人は、ルンペになってる人一人も見たことないっていうね、そういう話を聞いたんですよ。介護の先生から聞いたの。だから私は、便乗私も、すいません、全体的にさすがに金髪にするのは難しいので、内側だけね、ここねやってさ、もういい年声でちょっとおしゃれおしゃれで、であとね、メガネチェーンっていうのがあるみたいで、ほらこれね、これなんと紅白にして、この紅白のカラーもねいいんですって。この赤のサンゴ、マザーオブパールの白で、これはなんか天然の色のパールみたいで、まじ、これとりあえず作ったの、こうしてこうかけてもいいし、さあこの後ろにやってもいいということで、 あとね、さ、私はまた私最近知り得た情報で、コカ・コーラのね、正しい使い方っていうのをね、ツイッターでやってたんですよ。この、さて、このコーラね、コーラで、10円玉が綺麗になるんだって。これね、これ。これは、綺麗な方だけど、ちょっとね、ピンク色になったのもあるし、ちょっとまだらになっちゃったのも、ちょっとこれはあんまり汚れが落ちない、これということでした。
7月あっという間でした。あのゴールデンウィーク皆さん良いゴールデンウィークをお迎えください。なんだか嘘か本当かね、わからない情報、いっぱいいろんな情報が入ってきて、それね、何が正しいかは嘘か本当か、もう自分の感覚でもやっていくしか、何を調べれば、何を信じればいいかはわけわかんない時代ですよね。私もうまく伝えることはできませんが、この前ね、何かの研修に行ってきたんですよ。遠隔なんとかね、私もできるようになったらしいですから。あ、なんだっけ、青い石なんだっけ、なんかあ、そのうん、なんだっけ忘れたけど、その石をここの第三の目にね、なんかこうやって、これ水晶だけど、こう、ね、ただ置いとくだけで、なんか何か開眼するとか、わからないよ、わからないけどやってみるか。この10円玉もうとりあえず聞いた話だから、とりあえずやってみた。そしたら綺麗になるもんだね、本当にね。開運になるにはどうしたらいいかっていうのはね、聞いたものをとりあえずやってみようかと思っています。あとはいいも悪いも自分でもう判断して、あの人が言ってるからとか、そういう問題でもないし、人のせいにもできないし、自分で考えて決断して行動するっていう、最終的にあれ、今日もありがとうございました。それでは、ありがとうございます。